皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ひろでございます。今日ご紹介させていただくテクニックは、大人の男性とデートするときに高級感のあるベースメイクに仕上げる方法のご紹介です。ベースメイクといってもヘルシーに仕上げる方法、ナチュラルに仕上げる方法、可愛らしく仕上げる方法、たくさんありますけれども、高級感のある肌に仕上げる方法というやり方があるんですね。そのやり方、今からご紹介したいと思います。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。今日はせっかくみさとちゃんが来てくれてますので、ベースメイクの今日お話なんですけれども、はい、いつもみさとちゃんの YouTube ではすっごい可愛らしく仕上がってるんだけれども、でもね、いつもね、可愛いものしかないなと思ってるんですよ。そうなんですよ、ね、なんか結構コスメ自体を変えて色味を変えてみようかなとかはあるんですけど、メイク自体の方法をあまり変えるってことができなくて、割といつも同じような雰囲気、色味ちょっと違うかなみたいな、ので終わっちゃうことが、なるほどね、なんとなくで終わってしまうということと、いつも同じ雰囲気に可愛らしくなってしまうっていうのは、色ではなく、ベースメイクなんですよ。ベースメイク、そう、もともと肌が綺麗っていうことと、やっぱりその綺麗なものに対してなんとなくカバーしてるだけに見えるのね。でもそれっていうのはもともと可愛いから可愛いしか引き出せないの、けれども今日は女優級、もう肌のベースメイクだけで高級感のある大女優のような、日常でも使えるテクニックで近くで見ていても高級感のあるような肌、そんな肌の作り方を今日はご紹介したいと思います。で、やっぱりね、高級感というのはなんか作り物ではなく、もともと本来持っている潤いだったりとか、体内のホルモンというものがとってとても正常化されているような、そんな雰囲気を潤いで引き出した肌のベースメイクになりますので、まず肌の質感はセミツヤにしていきます。そうで、セミツヤにするためにはファンデーションツヤタイプを使うんですけれども、ここで一つポイントなのが、ツヤタイプのファンデーションを使う時のベースというのはマットベースを使います。下地がマットってことですか？そう。なるほど。ツヤ肌を目指したりだったりとか、ツヤが大好きな方ってファンデーションもツヤ、ベースもツヤ、パウダーもツヤ、ハイライトもツヤってやるじゃない。そうするととんでもなく卑猥な顔になっちゃうわけ。ちょっとテッカテカみたいな感じ。そう。もう欲張りがある。何でも欲しい私みたいな、そんな欲張りな顔になっちゃうから、やっぱりね、そういう高級感のある肌っていうのは控えめでありながら上品であって、洗練されていながら清潔感のある肌。で、そういった肌を目指すためには、まず品格。その品格のためには、下地はマットにしていきます。今日使うのはこちらも大好き。知ってるでしょ？いいです。そう、これ。ローラメルシェのね、はい、このピュアキャンバスプライマーのブラーリングっていうタイプになります。ブラーリングというのは、肌の表層をさらっとマットにしてくれるというものなんですけれども、はい、これね、乳白色系。マットな感じしないですよね。そうなの、水っぽいよね。そうなんですよね。水っぽくて肌にのせても水なんだけれども、表層はサラッとしてくれるの。じゃあ早速いきますよ、はい、私はね、ブラシでのせていきます。手でやってみます。ほんと、はい、これ均一感ということが大切なので、はい、ブラシはね、こうやって均一にのせることができるので、極力薄く。で、高級感のある肌というのは若干ね、コンシーラー使いが入ってくるので、はい、肌がちょっと厚みが出るので、その場合、やっぱりベースまで厚くしてしまうと、厚ぼったい肌になってしまうので、極力この下地の時点ではかなり軽やかに仕上げていきます。今すごいマットな上品な質感になったの分かります？で、清潔感と品格というのは、下地の時点でこれだけ若干マットな質感にしていただくっていうのがポイントになります。あ、かなりマットですね。そうなの。さっきのスキンケアのツヤがさ、なんとなく静かになったの分かる？ふんわり系にちょっとなったような。そう。ふんわり見えるだけで触るとしっとりなの。あ、本当ですね。でしょ？しっとりだけどちょっと表面はサラみたいな。そうなの。このベースにしていただくっていうことが、上質な女優肌にするための秘訣になります。ここでファンデーションはツヤタイプを使っていきます。そこで使っていくのがこちら、クレゾポーのこちらのリキッドファンデーションですよ。高級感って感じ。そう、もうね、高級感を出すためには高級コスメに頼るっていうことも一つの手です。そしてこれ前回マットタイプとっても人気だったじゃない。あ、マットタイプは私も持っているんですけど。持ってる。すごく好きです、ね、YouTube でも見たわよ、はい、そう、とっても綺麗に仕上げてらっしゃったんですけれども、さらにですね、そこに潤い効果を強化したという、このツヤ肌タイプのもの、次のシーズンのものになります。
じゃあこれをね、まず手の甲にこうやって出していきます。はい。もうね、半プッシュで十分なの。で、半プッシュを、また先ほど使ったこのブラシ、はい、ファンデーションブラシに、少量だけ取っていきます。はい、もう超少量。いっぱいつけちゃいけない。で、この少量を、中央からも薄く重ねていきます。薄く重ねるってやっぱテクニックが必要になっちゃうので、はい、ブラシを使っていただくと本当にね、極薄につけることができるので、僕はこういうファンデーションブラシがおすすめです。今薄く乗せた状態で、もうこの状態で今もうとっても洗練された肌になってます。自然なツヤが。じゃない？でしょ？はい。で、しっかりカバーするので、エイジングサインはほぼこれでフォローできます。でも、フォローできるからといって、いっぱいつけちゃいけないんですね。カジュアルな印象だったりとか、ヘルシーに仕上げるっていう時にはファンデーションでなんとなくのせるっていうテクニックなんですけれども、今日は上質な高級感のある肌ですので、この後にコンシーラーのカスタマイズがあります。なのでファンデーションの時点では極薄にのせるっていうのがポイントです。でも大体この時点でみんな満足しちゃうのよ。で、満足できるほどのクオリティじゃない？今。全然、まあ、いいかなっていう気はしますよね。そう。でも、これだとね、ただすごく綺麗な人なの。でも、ただすごく綺麗じゃダメなの。もう誰もが振り向くほどの特別な高級感のある女。もう、そういう女性を目指すためには、ここにコントラストと個性と洗練をさらにプラスしていきます。で、ここでさらに使っていくのがこちら、イブサンローランのラディアントタッチ。もう懐かしいって思ってる方いるんじゃないでしょうか。もうね、名品中の名品、もう女優の光の線ということで、これね、昔々またそのまた昔すごく流行ったんですけれども、ちょっと最近ねリバイバルしておりまして、これね、カラーバリエーションたくさん出て 1.5 っていうのがあるんですよ。ハイライトカラーに見えないぐらいナチュラルじゃない？すごい自然な色ですね。そうなの。でもこれを使う理由っていうのは、今お顔の中にある影を消すためのものになりますので、昔はね、影を明るいもので消しましょうなんて言われてる時代があったんだけど、今は明るいもので肌を消すと、一気に古臭い時代の感じる顔になってしまいますので、明るいものでは消しません。まずこういった肌馴染みのいいハイライトカラーを使って、まずはこのクマのフレーム、この部分、そして、この目のくぼみのフレーム、ここに塗るんですね。そう。そしてこのほうれい線が出るこの小鼻の周り、はい、そしてここ、ここで口角のこの上げたいところで、あともう一つは口角上げたいのでこういう感じ。すごい。そう、こうやって引くんですね。そうなの。ここを引き上げる、そしてここを持ち上げることによって美人度っていうのがアップします。でもここね、白っぽいものやっちゃいけないの。馴染む色。そう、馴染む色でやるっていうのがポイント、で、これをね、こういった卵型のスポンジで広げないの。ポン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 。そのポイントだけをちゃんと押さえてくっていう。だいたいね、この光の線を入れた人ってだいたいみんなね、はい、広げちゃうの。なんか伸ばしたくなっちゃいますよね。そう、広げちゃいけないの。広がっちゃうと意味がなくなっちゃうので、この光の線の入れた影を消したいので、この影部分だけトン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 やっていくわけ。とどまらせるような。そうよ。で、この線は笑顔に見せるための線なので、ここにちょっと明るさをプラスしとく。そして口角のこの部分もくすみを飛ばして、真顔なのに笑顔、微笑んでますみたいな、怒ってるのに笑顔、ミステリアス、そういう印象に仕上げるわけ。入れたか入れてないか分かんないぐらいがまたちょうどいいわけ。そう。でもこれは光の視覚効果になりますので、重ねて重ねてっていろいろやっていくたびに、今入れたものの効果っていうのがドンと前に出てきますので。なるほど。そう。この後にまた生きてくるような。そうよ。なんですね。ここからですよ。高級感というのはお顔の造形というものがより美しく仕立てられているかどうかになりますので、今は肌の表面だけが綺麗になるかどうか、そして肌のパーツが上に上がっているかどうかだけをコントロールしました。次はですね、この造形の骨だったりとかリンパだったり筋肉っていうものの作りがいかに美しく見えるかっていうハイライトコンシーラーの入れ方をします。ここで使うのはこの KP です。ケセランパサロ知ってる？あ、聞いたことある。聞いたことあるでしょ、はい、素敵なブランドの。これはまたハイライトコンシーラーだけど、さっきと意味が違う。意味が違う。これは、先ほど1トーン明るかったんですけれども、はい、今回は2トーン明るいです。この2トーン明るいというのは、もともとの骨格がこう出てほしいという、ちょっと疑似的、ちょっとヒアルロン酸入れちゃったみたいな、そんな雰囲気にふっくらさせるための、ハイライトコンシーラー使いです。で、まずふっくらさせていきたいのは、ここにね、シュッと、そして、
鼻にキュッと、で、ここ先にチュッ、ここにチュッ、そしてこめかみにチュッ、ここにヒアルロン酸を入れたいっていう方たちが今急増中なの。わかります。そうでしょ。で、ヒアルロン酸入れちゃまだ早いのよ20代半ばはね。なのでヒアルロン酸入れたいところにこういうハイライトコンシーラーを入れていきます。まず普通のハイライトと違うのは透けないっていうところがポイントなの。透けさせちゃいけないの。これは増築させていく、厚みを持たせるハイライトになりますので、例えば透けるタイプのハイライト、キラキラするタイプのハイライトっていろいろあると思うんだけど、そういうのじゃなくこの部分に厚みがあるっていうことがポイントなの。そして、この三角ゾーンと言われるこのビューティースポットね、はい、ここは絶対持ち上がってなきゃいけないわけ、うんうんうん、でもこの目の際まで持ってっちゃいけない。目の際まで持ってっちゃうと目が小さく見えてしまうので、この三角ゾーンと言われるここの目の下、5ミリぐらい開けたところがある。なるほど。そう、こういう感じでスポンジでちょっとずつトントントンってやっていただくと簡単にフィックスさせることができます。あ、本当だ。あと T ゾーン、はい、T ゾーンもお鼻先までスッとやっちゃいけないわけ。この鼻根って言われるこのへこんでるところだけ、そしてこの小さく T ゾーン、眉毛なんで、と鼻先ちょっと、はい、ちょっと、あとここね、ここの人中という部分が短くなると可愛い印象、若く見える。あ、わかります。なのでここの部分を高さを出してあげることによってプンと持ち上がって人中が短く見える。あとはこのこめかみ、まだね20代なのでへこんでないんですけれども、だいたい30代後半になってくるとこうへこんでくるの。そうすると老けた風に見えちゃうので、ここをね明るくしてポンと持ち上げるとここがシュッと見える。おお、あ、なるほど、わかる。ここを膨張させるの、ここをシュッと見せるんですね。どう？でもなんか結構立体感出てきた気がします。そう、わかる。近くで見るとナチュラルなんですけれども、うんうんうん、引きで見た時今立体感強化されてるの分かりますでしょうか。これはね、高級感ということもそうですし、特別感を出すためのハイライトコンシーラーの使い方です。でもこれだけだとよれちゃうじゃない。そうですね。そう、ここなので絶対お粉をフィックスしていただきたいんですけれども、ここでね色付きの粉をフィックスしちゃうとおフルな感じでタイムスリップしちゃうわけ。1982年ぐらいかしら。そう、そのぐらいの年にねやっぱりタイムスリップしちゃうので、ここで使うのは、こちらのですよ、透明のフェイスパウダー。私大好きなやつかもしれない。そうよ、はい、この透明パウダー色一切出ません。いいですよね、これ。いいでしょう。これをフェイスブラシに取っていただいたら、さーっとこういう感じで、軽くぼかす感じ。でも薄く。そう、しっかりは入れていきません。ちょっとね軽くここで磨くような感じ。フェイスパウダーって言ってなんか押さえたりとかでやるじゃん。そうですね。でこれはもう磨く感じで、ベースで入れたファンデーションとかコンシーラーをこうブレンディングするような感じで、パウダーとフィックスさせるような感じで。乗せていきます。この辺とかすごい綺麗。綺麗でしょ、はい、なんか入れたってツヤよりはなんか本当に内側が潤ってる、なんかスキンケアしたものをそのまま残してますみたいな、すごい自然なにじみ出るような感じ。そうなの、出てる。上品でしょ。上品。そうよ、完成しました。ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただいたテクニックはですね、少しプロセスは多いんですけれども、ちょっとした積み重ね、ちょっとしたテクニックで高級感のある肌に仕上げることができますので、素敵なジュエリー、そして素敵なお洋服を着た時にとっても相性のいいベースメイクになっております。特別な日のベースメイクとして覚えておいていただけますと、いつか必ずお役立ていただけると思いますので、素敵な男性とデートするときにぜひトライをしてみてください。それでは今日の動画がいいと思ってくださった方は、このいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、コメントたくさんいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。